我がスタンドキラークイーンのシアーハートアタックは狙った獲物は絶対に仕留める。シアーハートアタックに弱点はない。こっちを見ろ。シアーハートアタックついに登場。He got the 500k armor with the Donner Mystic. シラセゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は新しいビルドのシアハートアタックを紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。前回からショットガンビルドをこだわってたんですけども、ライトマシンガンを今回採用してみました。はい、で今回の特徴としては、エキゾチックグローブ、あとは、ブランドの、ブランドセットと、あとはこっちの緑の緑装備ですね。こちらの3種類、あとはエキゾチックの武器、あとはネームドの武器、これも、全部使っていけるようなビルドになっています。で新しい、ランチャーですね、シグネチャーウェポンのランチャーも使っていくという形になります。はい、でまず武器からの説明ですね。まずは私の場合はですね、ブラックフライデー、アンヒンジドを使うって感じですね。アンヒンジドのライトマシンガンで、こちら威力を出すために、限界値に近いものをクラフトあるいはドロップするみたいな形が好ましいと思います。はい、僕の場合は MK46 がかなり高数値なものを作れたんで、これにアンヒンジド入れて、25K ぐらいになってますね。はい、でこれでモッドになります。モッドは命中上げてポーチで弾薬を上げます。でランチャーの、特殊なアンダーバレルのレーザーポインター、これをつけることによって相手をエイムするとパルススキャン、エイムして撃つとパルススキャンがつきますので、これを使います。これを使う理由は後で説明します。はい、で安定性を盛ります。ちょっと安定性盛らないとふわふわしてしまうですね、この銃に関しては。だからこれで振ってます。 MK46 あるいはブラックフライデーですね、ネームド武器を今回使ってみてください。で、2つ目の特性タレントは、オプティマイズドって安定性と持っていくパターンか、アキュレート、命中力、命中力アップでいいと思います。もし、アレグロで、連射上げたければ上げる、あるいは
エクストラで弾薬を上げて、さらにね、弾幕を張れるようなビルドにしても面白いと思います。はい、で、まずはマスク。で、こちらの方でパーフェクトスポッターですね。これを持ってます。だから先ほどのエイムしたら相手にパルススキャンが入る。これが必要になってきます。で、パーフェクトスポッターは一応、まあ20ダメージ、20% ダメージ追加なんですけども、まあ、PVP になってしまうとちょっとこう 12% に落ちてしまうんで、一応そこを考慮しながらって形になります。はい、じゃあ次。ブラッドサッカーですね。これも、ボディ、ギラガードの、まあ、ボディにつけるものになります。で、こちらの厳選なんですけども、アーマーの合計アーマー数値をもうちょっと持って、まあ、アーマー値はこのままでいいですけど、こちらの合計アーマー値をもうちょっとね、高くできれば、かなり厳選できるんじゃないかなと思います。で、ブラッドサッカータレント1個ついてて、で、今回、オフェンスの方じゃなくて、ユーティリティモッドがついてるものに今回しました。爆薬ダメージとかを持った方が効率が良くなってくるんで、そうしてみます。はい、あとは合計アーマー値の高いものをどんどん入れていくって形なんですけども、お好みによっては爆発物耐性をね、11% 以上の持ってみたりも面白いと思います。はい、じゃあ次、トゥルー2箇所ですね。トゥルーパトリオット2箇所。これは、まあ、火力出しのために、ホルスターの方で1つ。で、ここにスキルパワー高めのもの、HP 高めのものを振ると生存率は上がるんじゃないかなと思います。で、オフェンス2つはもちろんライトマシンガンの、ものがついてるのが好ましいと思います。はい。で、トゥルのバックパック。これが前回で2日前ぐらいに店売りされてたものなんですけど、店売り結構見てくださいね、緑装備も。まずこのアーマー値がついていて、なおかつスキルパワーがついていて、ハードがついている。で、アーマー値が 43.4 とトゥルバトルトの中では結構高い方なんで、これが売ってたんですよね。で、今ね、合計アーマー値 20.5 になってるんですけども、これのところに武器ダメが載ってたんで、結構ね、いろいろスキルパワーいらない人はそっちを消して、さらにね、別のものをつけてみたりとか、いうこともできるようなものでした。はい。で、つけるのはオフェンシブシステムモッドにライトマシンガン。で、爆薬ダメージのついたスキルパワーのものですね。で、グローブ。これは BTSU データグローブです。今回これにしたのは、まず出血を与えるスキルを僕は今回2つ、後で説明しますけど、つけました。なので、ステータス効果を与えるスキルの、ステータス効果持続時間とスキルヘイスト 50% を得るってことで、まあ、その相乗効果もあるので、まあ、2つともそっち系のビルドにしてます。で、次が、ステータス効果を与えるたびに、その効果がグローブに30秒間注入される。こちらで、まあ、電子1個振ってあるにつき 5%、PVP ですね。PVP の場合は 5%、スキルダメージが上昇するというようなことになってます。まあ、持続時間もね、まあ、得るという形。なので、まずどちらかのスキルが当たれば、威力も上がるし、みたいなことですね。はい、で、チャージプロキシ。これは、なんか投擲系の投げる系のものですね。これが注入されてる時に投げると爆発を起こすんですね。なので投げて爆発するっていうね、その投げて爆発してその後も爆発するみたいなことが起きたりとかするんで、結構面白いものになります。まあこのステータス効果の影響を受けてるやつがね、プレイヤーのスキルでさらに50% ダメージを受ける。こういうものがついてますんで、まあ、今回の、まあ、エンペラータイムといいますかね、まあ、強くなる30秒間を、まあ、受けてさらに強くなるみたいなビルドになってます。で、膝ギラガード。今回こちら、絶縁体 30% のもので、ギラガード 2箇所以上で状態異常耐性の、まあ、合わせて50。で、先ほどお見せしたんですけども、こちらのパーフェクトスポッターの方にスキルパワー付きのものと状態異常耐性 51% ついてるんで、これで 100% 以上の状態異常耐性っていうビルドになってます。はい、で、ディフェンスモッドには合計アーマー値の高いもの、爆発物耐性と合計アーマーついてるものを一応つってみています。で、スキルの説明の前に、こちらですね。
あと後で実演の時にちょっとやるためにちょっと変えちゃってたんですけども、僕今回使うやつはリロードを使わないのでリロードプロテクションを使いません。なのでこちらのまあ何でもいいです、あのこうやって作るクラフトで作れる武器何でもいいんで、ピストルのね、はい、こちらのキャノンがついてるもの、これにしてみてください。でリロードを使わない理由とかも後で説明したかったんですけども、今回弾がですね、あのもっと先ほどポーチ台をつけたことによって135発になります。それに対してスイートドリームを装備してますんで、回避することによって 25% の弾がリロードされるっていうものになります。なので普通に四角ボタンを押すリロードを今回のビルドでは全く使わないっていう設定になってますね。はい、で次ハイブ、ハイブはスティンガーハイブを使っていきます。で実戦に使うのに一番いいのがですね、上がはい、で右が、チャージですね、でダメージ左っていう感じなんですけども、例えば、変えるとしたら右のこちらのチャージをダメージ持ってさらにダメージ上げるとかあるんですけども、そこまでね体感めちゃめちゃ変わるってわけではないです。なので、範囲広くてやって、まあ、ちょっと相手にね、圧力、気を散らすみたいなことでね、やるためにやる方がいいと思います。で、こちら、例えばチャージをなくした場合、8発になるんですね。うん、8発になってダメージが上がる。ってことは、8発使い切っちゃった後に、そのランチャーの特性でスキルが装備したスキル装備したスキルが、まあ、なくなった時に 20% のアーマーが回復するっていうものがあるんですけども、その発動する可能性が高くなるんで、チャージを外したからといってマイナスだけじゃないっていうビルドになってます。はい、じゃあ次こちらエクスプロシブマインですね。こちらが今回シェアハートアタックっぽいね、これな置いて相手にロックオンしたらカリ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 キル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 って感じで飛んでくんで、まあちょっとねそんな感じなのかな、そうっぽいなみたいなことで作ってみました。でモッドの説明、まず左側はダメージ固定でいいと思います。はい、ダメージを盛ります。で下もスキルヘイストですね。で右に関してはダメージかスキルヘイストなんですけども、スキルヘイストにするとダメージが極端に落ちてしまって PVP ダメージをかなりねワンパンでできるようなに近い数値になるね、この PVP ダメージが低くなってしまうんでダメージは2箇所振ります。で3箇所振らない理由としては、さすがにクールダウンがね30秒とかになってしまうと遅すぎるんで、クールダウンこちら下はクールダウンにしてください。で今回僕が持ってるのが下の小型電動機のスキルヘイストが 149% しかないんですけども、ここがスキルパワー2900以上のものだと、まあ、190以上になりますので、ここがクールダウン 16% ぐらいになります。なので下のクールダウンのところをちょっと高めにやる、あるいはここでダメージを振って右のスキルパワースキルヘイストですね振るっていう手もありかもしれないですね。はい、なのでクールダウンは16秒で回ってダメージが PVP ダメージが20何万とかいくっていう設定、これでグローブを入れて、まあ電子球なんで空母45で 45% アップするっていうようなイメージでいてくれるといいと思います。はい、でこちらは PVP 用のために、まあ、EMP グレネード装着。はい、じゃちょっと運用していきます。まずはダメージの方ですね。ダメージどうやって出すのっていうことになります。まずは、普通にヘッドショットします。5万8000ですね。カバー外の敵に対して5万8000。で、エイムすると、今、パルスのスキャンナー入ってる状態だと思います。はい、こういう感じで、ボディが3万4000。これが、今回のシアードアタックの高威力にするために出した、結論です。マーシレスとかで、スパークをつけないビルドなんで、まあ、マーシレスいらなくなるんで、まあ、弾数の多い非常に今回ねクワトロビルドの時に使ったのが結構ハマってきたっていう形になってます。はい、で今回は、まあ、エンペラって名前つけちゃってるんですけど、ね、エンペラ
で、エンペラのアサルトバージョン作ったんですけども、例えばアサルトバージョン AKM ね、威力高いやつです。これとかだと、まあこれぐらいですね。まあ1万5000ぐらい差が出てますね。はい、で、アンヒンジドがね、やっぱりね、強いですね。ライトマシンがアンヒンジドで威力出せるんで、今回の、シアハートアタックの今回のビルドだと、アサルトよりライトマシンガンとかの方が、適応スキル的に合いましたね、はい、ライトマシンガンの方が合う。フルオートでいくならライトマシンガンが合う。で、ショットガンの方でもやっぱりね、サディストを入れるかみたいなところで迷っちゃったりとかしてたんで、で、残弾管理ができるビルドじゃないんですよね、電子が上がっちゃうんで。なので今回はライトマシンガンが威力も出せて、まあ、ブレーキがかからないですね。特徴に対してブレーキのかからないようなビルドなんじゃないかなっていう感じのライトマシンガン MK46 を使わせていただきました、はい。で、次に、先ほど説明したギラガードのボディにあるこうブラッドサッカーですね。これが優秀なんです。まずこちらの方に、まあ、グローブのためにこうスキルパワー抽出のためにこう置くやつですね。置くやつで、この下の方にあるボーナスアーマーがね、いかについてるかっていうところですね。で、これ壊すと、バンと。死にましたね。死んだら、アーマーを削ったら、ボーナスがつく。一回転がって33発。まあ、こういうね、ムーブができるようになる。で、今回クアトロビルドでオプティミストとのアンヒンジドやったんですけども、あれクアトロのビルドは PVE 向けのために作られたものです。オプティミストっていうのは PVP エリアに入るとちょっと下がっちゃうんですよね、武器ダメージの。なので今回は下がらないアンヒンジドを使わせてもらったっていう、まあ2回目だな説明。で、こういう形になります。で、相手に対して、もう一回ダメージがどれぐらい乗るのか、投げる。で、グローブがつきます。はい。グローブに、赤くなってますよね。赤くなってる。これが30秒間。PV だと、まあ、60秒かな。で、それで爆発ダメージのある、この、マインを投げていく。これぐらいダメージがね、乗っていくって感じになってます。まあ、ほぼワンパンで倒せます。こうね、弾幕を張りながら、弾幕バーって張りながらやると、まあ、相手はね、結構もう削れてる状態でシアハトアタックが当たってくるっていう形になるんで、結構やりづらいのかなと思います。で、今回ね、こうやって投げるビルドになるんで、さっきキャノンをつけましたよね。こう今僕14メーターのところにこれが届きます。で、普通にこれを投げるとこに、まあ、もうちょっと限界値のところまでギリギリだと、この角度で投げて25メーターのところに届くと感じです。で、こっちの、あれ、あ、これちょっと待ってください。スキルをやって、このちょっと上向きの角度でやって16メーター。これだと22メーター。まあ、ここでちょっと動かないでやってみますね。はい。で、こちらで、まあ、キャノン以外のものを装備します。はい。そうすると、13メーターですね。メーターが下がってますね。このね、1メーター、2メーターとかでかいんですよ。これ20メーター、さっきより全然下がってますよね。この遠投する距離、投擲する距離が、今回のビルド重要になってくるんで、今回は一応、ホルスタータレントに、キャノンですね。キャノンをつけることを僕はおすすめしてます。はい、で、実際にね、PVP のやつ冒頭の方で見ていただいたんですけども、今回のビルドはかなり、
例えばアーマーチを 50% 振るためにトゥルーパトリオット2つやってギラガードのボディでやると。でギラがついてることによって、ブランドセット 5% ってことでアーマーを50万以上に盛れるようなビルドで、この想定でいくと55万以上には例えば厳選していけばなるビルドだと思います。なので皆さんちょっと頑張ってみて組むと、こちらのアーマーチ、高いアーマーチがブラッドサッカーで生きてきます。で高いアーマーチがスキルを消費した時に 20% のスキル、アーマーチ回復でなってくる高速回転ですね。この2つのものが高速回転でなっていくっていう形になります。今あれビルドのまとめですね。でこっちのグローブの方でこの2つのスキルがステータス効果を与えるものになりますので、この余計にね、スキル、なんだ、くまなく、惜しみなく、全部ね、うまく調理してるって形になってますね。はい、で、トゥルーパトリと合計はしっかり振れるような形。で、威力出しのためにパーフェクトスポッターですね、これを、MK46 の方でつけていく。で PVP だったら MG5 の方がいいんじゃねえかなっていう形の考えの方いると思うんですけども、 MG5 だとこのねアンダーバレルがつかないんで今回は採用しなかったっていう形になります。っていう形で今回のビルドの説明ですね。一応ステータスの方も最後さらっと見ていただきましょう。まあこういう形ですね。はい、エリートダメージはゼロです。PVE 用にするのであれば 50% の襟ダメのついたマスクを、普通にかぶっちゃえばいいですね。状態異常耐性を外してそれにするといいんじゃないかなと思います。で爆薬ダメージもりもり、ライトマシンガンダメージボーナス、ね、でアーマーチ509,000、爆発物耐性、状態異常耐性、パルス耐性もついてますからね、一応。はい、で、こんな形になってます。はい、じゃあ、ぜひね、このビルド、皆さん、ぜひお試しください。僕もね、かなり使いやすくて、コンフリクトで楽しませてもらってますんで、ぜひ使っていただきたいですね、皆さんにね。はい、ということで、今回、こういう形で、ビルドの紹介を終わらせていただきたいと思います。ぜひ、今回、参考になったなとか、面白いなと思いましたら、チャンネル登録の方と、高評価の方、動画の拡散の方、よろしくいただけると助かります。では、またお会いしましょう。バイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。では、チャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとう、ブラザー。